タリビーはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。艦名はマスの一種タリビーニチナム。その名を持つ艦としてはガトー級潜水艦73番艦以来2隻目。同型艦はない。ノーチラスにおいて原子力をアルバコアにおいて累積型尖閣を手に入れたアメリカ海軍は両者を結合したスキップジャック級において潜水艦にとって長年の夢であった。 先行可能な船ではない真の潜水艦を手に入れた。しかし、これは新たな課題の始まりでもあった。先行しているのが状態となった潜水艦は、その探知手段が音響的な手段に限定されるが、その際に自身が発する水中雑音もソナーの妨げになり、水中船においては不利である。また、累積型尖閣と、 核動力の組み合わせによる水中高速力は武器になるはずだったが、同時に大きな騒音の源ともなり、対潜水艦部隊からの探知を招く危険があった。こうした問題の解決のため、1956年、当時の海軍作戦部長アーレイ、バーク海軍大将は、ノブスカ計画を指令し、官民共同の米国立科学アカデミー、水中戦委員会に研究を委託。 最終的な研究報告は大きな探知距離を備えたソナー、高度の静粛性、より一層の新深,深度先行能力の3つを備えた潜水艦を提案した。これに基づき1958年度計画で攻撃型の試験艦として建造されたのが本艦である。同時期のパーミット級と同等のソナーと兵装を備えつつ、静粛性の向上のために 原子力ターボエレクトリック方式の導入が、また、水中運動性能の向上のために、管型の縮小が、それぞれ行われた。これらによって、初期の目的は達され、水中線における、ハンターキラーというコンセプトも達成を見た。だが、一方で、小型の管型は、原子炉を、サイズ、出力とも小さいものに制限したため、速力は極めて限定されたものとなり、 並走と裁量も乏しかった。この結果、タリビーの運用構想は極めて限定され、敵潜水艦基地全面での待ち伏せ攻撃に特化されることになったが、このような構想は消極的に過ぎるとみなされたため採用されず、建造も一石のみに留められた。スケート級に次いで、過小な船型は原子力潜水艦にとってメリットがないことが証明されたことになる。 なお、原子力ターボエレクトリック方式による米原船は他にもグレナードピーリプスコムがあるが2005年現在これら2隻のみで他にも開発の予定はない。この方式は米海軍ではメリットが小さいと判断されているためである。タリビーの建造は1957年11月15日に発注される。1958年5月26日に コネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社で寄港した。1960年4月27日にジョン・エフ・デビッドソン夫人によって命名浸水し、1960年11月9日に艦長リチャード・イ、e、ー・ジョートバーグ中佐の指揮下収益した。1961年1月に成長を行った後、タリビーはニューロンドン沖で、 ソナーの評価試験及び第二潜水艦開発部隊とともに厳選戦略演習を1963年まで行う。この間タリビーはバミューダとプエルトリコのサンフ不安を数度訪れた。1964年7月、タリビーはナトー軍とともに対潜水艦戦艦隊演習に参加した。翌1965年に開発任務を再開し、任務は 秋まで継続した。10月28日に母校はニューハンプシャー州ポーツマスに変更され、タリビーは拡張オーバーホールのためメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所入りした。オーバーホール作業は754日間行われ、1968年1月2日に完了した。その後、ニューロンドンに移動し、回復訓練後1969年1月に、 カリブ海に展開、1969年から70年にかけて開発任務を継続した。タリビーはニューロンドンを出港し地中海に向かい、第6艦隊での最初の任務に就く。この任務の期間に、タリビーはナトを及び、第6艦隊の演習に参加し、ギリシャのアテネ、イタリアのナポリ、スペインのロタを訪問、12月14日にニューロンドンに帰還し、 135日間で2万回りの航海を終えた。タリビーは第6艦隊での活動で主君部隊賞を受賞した。タリビーは1988年6月25日に退役同日除籍された。その後原子力艦再利用プログラムに基づいて1995年1月5日に解体が開始し、作業は1九9六年四月一日に完了した。 すべてオーブンサイト、ありがとうございます。